こんばんは。こんばんは。高橋彩香です。わー、コメントがいっぱい。ありがとうございます。はい、高橋彩香ファースト写真集第2回発売記念ショールーム始まりました。お集まりいただきましてありがとうございます。皆さんお待ちかねですね。第2回目になります。イエイイエイ。もう1000人以上来てくださってますね。ドキドキ、もうドキドキが止まらなくて、私はもう全然、あ、消えた。ドキドキが止まらず。もうとりあえずね、今日の感想とかはね、ハッシュタグ高橋彩香とか、高橋彩香ファースト写真集、このテロップにあるやつをつけて投稿してくださったらね、私が後でね見に行きたいと思ってます。一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。そう、発表はいっぱいあります。あ、早速ね、もうありがとうございます。そう、もうショップルームもあるので、このグッズっていうカートのマークのとこからね、もう乗せれ、もう何て言うんだろう、パラシュートが飛んで予約できるシステムになっております。うん、はい、ちょっと緊張してますけど。ですね、そうです、第2回目ですね。なので、そう、今回もこのカートのとこから予約していただくと、また前回とは違った今日限定のね、ポストカードが特典になります。うん、締め切りは本日24時までとなってますね。5時までです。そうです、前回と違いますね。それも後々ね、お見せしようと思います。そうです、そうです、ですかね。なので、今回もそのポストカードは今日しか手に入れないようになってますので。ワクワクですね。もうすぐで3000、あ、でも違うか、盛り上がり数だから違うのか、盛り上がってるですね。盛り上がってる感じです。うん、今日しかです。なので、そう、さらに今日は表紙を、表紙のね、画像を大公開したいと思います。ついについに大公開です。イエーイ、嬉しい。どの写真をね、通常版にするのか、お楽しみに。そうです。というわけで、あ、そしたらお知らせをもうね、していこうかなと思います。ショールーム特典は、今日だけの、今日限定のポストカードです。これも後々お見せしようと思います。そして、あ、そうだ、このね、公式アカウントの方、公式アカウントあるんですけど、の方でいろいろお知らせがあったんですけど、11月18日土曜日に広島、
11月25日土曜日に東京の池袋でお渡し会を行うことになりました。もうね、予約してくださってる方たくさんだと思うんですけど、そう、今日広島の方がずっと店頭で予約っていう形だったんですけど、今日から電話受付が始まりましたので、なかなかね、広島までこう予約しに来れなかった方とかね、よくコメントをいただいてたのでね、ようやく今日からということで、電話したらすぐ予約できますので。あれなんだよね、受付時間が決まってて、朝10時、午前中の10時から夕方の18時までになってます。そこだけよろしくお願いします。あ、店員さんも優しいだそうです優しいので大丈夫です、そうですね、今日そう、また明日予約電話してくれたらと思います。東京の方はね、ローソンチケットさんでもできますので。あ、そうだそうだそうだ、その1冊券でお渡し、新集のお渡しで、2冊券でサイン入りの写真集をお渡しと特典ポストカードですね。そして3冊券でそのサイン入りの写真集サイン入り写真集1冊と特典ポストカードと、その場でサイン入り写真集に宛名をお入れするか、スマホでツーショット写真の撮影ですね。ちょっと文があれかもしれないですけども、はい、そうなります。で、3冊券がすごい大好評でして、もう池袋の方はね完売してたんですよ。そう、ただその枠なんですけど、ほんの少しだけ空きができましたということです。イエイ。なので、ね、池袋の方もまだまだありますのでよろしくです。なんとなんとね。あとはそう、広島の渡し会の方はまだ若干あるということで、先着順ですのでね、ありがとう、来てくれるだけで嬉しいですけどね。お待ちしております。もう私の個人イベントなのでね、来やすいかなと思います。ではでは、あとは詳細はまたね、なんかいろんな公式アカウントとかがすぐね見れますので、こちらで文とかねで見たい方はお願いします。というわけで、もうねお知らせはまだまだありますよまだまだありますよ。じゃあもう見せちゃいますかね。え、どうなんだろう、これポストカードの方かな。いや違いますね。じゃあえ、もう見せちゃうよ、もう見せちゃうということで、もう結構すごいですよ。
じゃあまずは先行カットをお見せしたいと思います。準備は、心の準備はよろしいですか？心の準備はよろしいですか？なんと今日は水着カット初公開したいと思います。わー、あー、ついに、はい、そうなんですよ。皆さんね、ちょっとちょこちょこね、これはなんだっていうのは黒色のねだったと思うんですけど、黒だけじゃありません。え、見せますよ、いいですか？びっくりする、びっくりするかもびっくりするかも。じゃあもう一思いにお見せします。まずはこちらからです。どーん、じゃーん、わー、なんと、なんて言うんだろう、これは結構鮮やかな色というか、こういうオレンジ色の水着もなんと着ていました恥ずかしいですねそうです、ちょっと結構ね、お見せしていますちょっと透明にしてみるという、ちょっとなんか透明にしてみるはい、こんな感じです。結構明るい色ですねどうでしょうか、いい感じですか？うん、いい感じですか？そう、素敵です、イエーイ。そう、結構大胆です、恥ずかしいですね、お見せしたことがないんでそう、でも今日大丈夫、あのね、あのちゃんとバンされないようにね、はい、大丈夫です、きっと大丈夫です今日は大丈夫。そう、想像以上ですね。おー、ありがとうございます、想像以上初めて、そう、寿命が伸びました、おそうですね、結構ね、すごいですよね、びっくりです、私もびっくりしました。というわけでこんな感じでございます。でもなんとこれだけじゃありません。これだけじゃありません。2つ目、ダダーン。あ、でもこれはね、もう乗ってたんですけどもね、これはもう、はい、そうです、皆さんがすごい好評、皆さんの好評の、これが表紙でもなんか表紙でいいんじゃないかというぐらいに言ってくださった、この写真もなんと先行カットでございました、ありがとうございます、イエーイこれもまあそうですね、水着というか、そうです、水着です、これも
これね、そうすごい好きって言ってくれて、もう少し上、そうですね、上というかそうです、これもちょっと大人っぽい感じになってるんじゃないかなと思います。目線がいいですか？ちょっとじっと見つめてる感じね。じゃあもうどんどんいっちゃいますか。3枚目は、皆さんついてこえてますか3枚目はじゃーん、キャー、すやすや、すやすやです。寝てます寝てないか、寝てないけど寝てる。じゃーん、こういうのもあります。おやすみそう、これはね、そうですね、ちょっとこんな感じで、そうですね、何を着てるかは、そうだな、写真集を見たらわかるかなとりあえず先行カットですね、こちらはそうです。で、これもすごい、ユキですか？皆さん喜んでますねドキ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 。というわけで、え、それ、え、すごい、それがちょっとすごいのが見えましたよ今、このお布団のお布団の中がこんな、これはすごいです。それはダメですね、見せたらね。ちょっとごめんなさい、私だけ見ちゃって。でもすごいですすごかったです。うん、でもこれはまた写真集を見たらわかるじゃないかな。見ただけ、写真集の中身を見た方だけね、わかるじゃないかな。こんな感じだったんだなってね。うん。うん。わけで、今ね、予約受付中です。このカートのとこからね、できますので。ということで、もう、あ、最後になりました。先行カットはね。最後は、あ、これもびっくりすると思う。いきますよ。いきますよ。じゃーんなんと、お風呂です。お風呂もあり。じゃーんそうです。なんと、こんなにすごい、なんというか、アイドルっぽいというかね、なんて言うんだろうね、これは。そうです。イエーイ、嬉しい。でもこれを撮影した時はね、なんだろうな、ちょっと午前中寒かったんですよ。すごい寒くて、寒いなって思ってたら、次がこのお風呂の撮影だったんで、すごいなんか温泉みたいだったそうです。こんな感じで先行カットございます、うん、いい感じでした。うん、ね、でもこの髪型もすごい新鮮なんじゃないかな。あんまりしない、いい、めっちゃいい表情、ありがとうございます。そうなんですよ、そんなエピソードがありましたあ、パラシュートありがとうございます。そうですね、これもあわあわでございますね。私が作ったあわ、あ、なんかマネージャーさんが私がつけたあわ作ったそう、あのね、もうスタッフさんがなんかもう全すごいあわを作って
くださってすごい必死に、待って全部聞こえてる全部聞こえてる、そうすごい頑張れ恥ずかしい、全部聞こえてるみたいですか、恥ずかしいね、ありがとうございます、その説は。そう感じですね。皆さんどうですか、これは先行カット、イエーイ、盛りだくさん、やったやった、めっちゃいい、期待を超えている、満足度が、まだまだですよまだまだですよ。じゃあ皆さんがねすごい、盛り上がりすぎているところで、まだまだ次ですね、次はポストカードの絵柄を公開したいと思います。イエーイ。といってもポストカードっていうとね、この今日限定のポストカードですをお見せしたいと思います。今日しか手に入らない、後々明日になったらもう幻になってしまうポストカードですね、来た。そう、じゃあこれもね初ですね、見せたことないので、じゃあもう準備はいいですか。今日の配信の予約でしか手に入らないポストカード、こちらです。じゃーん、イエーイ黒です。これもそう、いつも見えそうで見えなかった黒の水着です。そうそうです、渓谷のこちらでございます、黒です。そう、第1回目の方はね、なんかなんだろう、こうパインを食べようとしている、なんかちょっとナチュラルな感じだったんですけど、第2回目はねそれとまた違った感じで水着です。そうなんですよ、ワンピースタイプの水着ですね。そうです、そうです、そうだよ、もう予約もう今日しか、今日限定の予約の特典でございます。いい感じですか、大人っぽい感じですよね、すごくいいと思います限定、そうなんよ、結構限定感が強いかな、イエーイ、そんな感じです、にやけてますかそうです、もう今日しか手に入らない、これをじゃあどうだろう、後ろに貼っとこうかな、後ろに貼っとこう、ここら辺にとりあえず、こんな感じちょっと遠いですけどなんか遠いですけども、気持ち、そうということです。そう、
そう、19で着きました。じゃあそんな感じでどうかな、後悔しないようにね。